きなものしか並んでない。3児の母、藤本美希、パーティーみたい、ステーキなどメイン3品の豪華すぎるご飯披露。お笑いコンビ、品川庄司、の庄司とも春の妻で、元モーニング娘。の藤本美希が、5日までに自身の SNS を更新。手作り弁当を公開した。3児のママである藤本は、インスタグラムに、夜ご飯なんだかパーティーみたいになりました。わら、と綴り、ステーキやグリルチキン、マグロのお刺身、マカロニサラダ、ほうれん草のおひたしなど、豪華な料理が並ぶ食卓をアップ。この投稿にフォロワーからは、メインが3つもある。ご褒美飯みたいでいいですね。すごい豪華ミキティ料理食べたい。好きなものしか並んでない。チキンの味付け気になります。料理上手、お腹、中、悪う、などのコメントが寄せられている。藤本と庄司は2009年に結婚し、12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生した。指原莉のイベントでの容姿いじり、ネット上で話題の動画を弁明、さすがに知ってるファンです。タレントの指原莉の30が5日までに自身の X、旧 Twitter を更新。ネット上で話題になっているファンとのやり取りについて弁明した。11月4日、いい推しの日として、ファンがイベントでの指原とのやり取りを動画で投稿。指原は、撮影者に向かって、ハゲてる。ハゲてるけど大丈夫、と髪を分ける仕草で声をかけ、大丈夫。本当に大丈夫ね、と話して立ち去っていく様子が映っていた。この動画がたちまち話題になると、指原は、動画を引用し、これ、さすがに知ってるファンです、と投稿、だからといって許されるわけではない、と付け加えた。これに、ネット上では、ファンとの信頼関係がわかる、神対応ならぬ神対応、むしろ羨ましい、最高のファンさ、こんなファンさされたら嬉しい、このオタクと推しの関係素敵、などの声が上がっている。